トゥース。皆さんこんにちは。親父です。サポーターをやっています。もう1ヶ月ぐらい前からね、肘がね、痛くてね、ちょっとね、痛くてどうしようもないので、湿布を貼って、で、湿布が剥がれないように、サポーターをやっております。すごく大げさなんですけれども、痛い。すごく痛いです。はい。まあ、そんな話はどうでもいいんですけれどもね。今日はね、なんだ？ヤフーニュースか。ヤフーニュースでね、これあるカップルの YouTuber がね、交通事故を起こしたと。で、交通事故を起こしてしまって、で、カップルの、男性の方がね、運転していて、で、助手席の彼女も YouTuber。まあ、二人がね、カップルで YouTube やってるみたいなんですけれどもね。で、まあ、YouTube の動画を撮影するために、まあ、1時間半ぐらい離れた海岸に行って、まあ、夜なのかどうなのかちょっとわかりません。時間帯がね、忘れちゃいました。で、いろいろね、YouTube のネタとかね、考えて、ずっとね、考えて、なんかね、5時間半しか寝られなかったと。でね、まあそれ、まあ一つ言い訳ですけれどもね、はい、5時間半なんてね、我々トラックドライバーからしたら、5時間半も寝たのかと思いますけれどもね。まあまあ、その辺はね、まあ個人の考え方の違いであってね、まあそういう話はどうでもいいんですけれどもね。で、まあ居眠り運転をしてしまいましたと。で、大事な彼女を怪我させてしまって、大変に申し訳ありませんでしたと。で、その動画をね、上げていたんですけれどもね、ちょっとね、私ね、すごく違和感があってね、ちょっと私腹立ちました。その動画を見てね。で、まあ、ご心配をおかけしましたと。でもね、それ黙っていればね、ファンの皆さんとかね、わかんないんですよ。別にね、黙っちゃりゃ。で、ご心配かけましたと言いながらね、小さな声でね、ブツブツブツっと喋ってましたけれどもね、反省の色もね、私には感じませんでしたね。でね、大体ですよ。5時間半というのは、で、1時間半の距離らしいですよ。それね、10時間も12時間もかかってね、どっかへね、急ぎの用かなんかでね、行ってたという緊急の用事でもないしね、寝不足だったら次の日でもいいんじゃないのという気がしました。でね、このカップルがね、まあ、女性の人もね、ここに、コルセットっていうんですか、むち打ちの、なんかね、固定するようなのをやって喋ってましたけれどもね、なんちゅうんですかね、なんかね、こいつら、まあ、何考えてんのかなと思いました。はい。で、彼女の方がね、先に喋ってて、まあ、彼が運転していて、で、交通事故に遭いましたと。で、彼女の方はね、もう眠くて仮眠していたそうなんですよ。で、まあ、気づいたらぶつかって、両膝がね、なんか切れたかなんかでね、ぱっくり行ってて、まあ、かなり痛かったと。でもね、入院には至らなかったと。自宅から撮影していたんでね、入院することではなかったんだろうと。で、なんか親が病院まで迎えに来てくれて、どうなこうな言ってましたけれどもね。で、まあ、皆様に、まあ、こういう状態でご心配かけましたと。だから、それ黙ってればわかんないんでね。何の発信の動画なのかなと。で、結構ね、登録者数が十数万人かなんかいるんでしょうけれども。まあ、それね、ネットのニュースでね、初めて知ったんでね、そんな YouTuber がいるというの。で、まあ、交通事故関係を私毎日、ニュースとかチェックするんで、で、関連でね、上がってきたんだろうと思います。で、まあ私も要するにそのカップルをね、ネタにしておりますけれどもね。で、すみませんでしたと言いながら、何に対してすみませんって言ってんのかなと。それがね、さっぱりわかんない。
第一にですよ、まあ、彼女に怪我をさせてしまったと。で、彼女に対しては一生償っていきたいと思いますと言ったね。なんか悪いけどふざけたね、コメントというかね、やってましたけれども。で、両親、親には謝ったのかと。ほんとすいませんでしたと。土下座でもして。私が親だったら許しませんね。もう二度とうちの娘に会うなと。そんなふざけた動画を作るためにそんな事故を起こして。ふざけんじゃねえよと。私なら言いますね、その男に。もうお前ら別れろと。そんな動画あげんじゃねえ、ふざけんなと。今回、まあね、命まではね、なくさんかったから、まあそれ不幸中の幸いでよかったですわ。で、他人をね、巻き込んでない。なんか電柱かなんかにぶつかったんでしょうけれどもね。ほんとね、なんか抜けてるなと。それもしかして、お前ら、事故をネタに、なんか再生数でも、狙ってると。もちろん、広告もついてましたしね。広告外すこともできるんですわ。はい。まあ、外してもどうだろう。まあ、YouTube 側でね、勝手に広告貼り付けたりするんでね。まあ、その辺は、わかりません。その動画に対して広告収入があるかないかは。まあ、そんなことはね、どうでもいいんですけれども。まずは、誰に謝るかって言ったら、彼女ですよね。まあ、彼女の誠心誠意。本当、すまなかったと。軽はずみなことをしてしまってと。で、その家族にもね、謝ったのかと。それ言ってませんでしたね。本当ね、お前バカやねんかと思いましたね。本当ね、うちの娘だったらもうそんな男ね、付き合わせませんね。もう一切近づくなと。うちの娘に近づくなと、お前。冗談じゃない。そうでしょ？親ならね、そう思いますよ。はい。で、まあ、動画作りのためにいろいろ考えて寝不足でしたというのはね、全然言い訳にならないですね。全く言い訳にならないですね。ほんとね、お前バカかと思います。それなんちゅう YouTuber か知りませんけどもね。なんか、なんか、ありましたけれどもね。登録者数がね、数十万人もね、いるようなんだったらね、発信力もね、あるんですよ。で、コメント欄見ていたらね、大丈夫ですか？心配です。また元気な姿、見せてください。無理なさらないでください。ゆっくりでいいです。また動画楽しみにしてみますと。その視聴者もバカじゃないのかなと思いましたわ。で、本当にね、そいつらのことを思っているんであれば、お叱りのコメントがね、バーッと入ってもね、不思議じゃないと思います。もしかしたらね、お叱りのコメントが入っていて、まあそいつらが、どんどん削除していったのかもわかんない。なんというかね、ブロックすることもできるんですわ。そういうこともね、していたのかもわかりませんけれどもね、いいことしか書いてない。ほんとね、そいつらの、ファンであれば、お叱りの一歩なんちゅうことするんですかと。寝不足で事故なんてもってのほかです。と。で、なんて言うんですかね、で、実際怪我させているわけじゃないですか。なのでね、で、まあ中にはね、アンチもいるんですよ。で、まあちょっとアンチ気味なね、コメントもありましたけれどもね、コメントがね、まあずらーっと、まあ私が、目を通しただけだったらね、まあ、3、40ぐらいですか。で、いいことしか書いてない。でね、お叱りのコメントはね、本当に2つとかぐらいしかね、2つ3つぐらいしかなかったですよ。本当にそいつらのファンであったら、お叱りのコメントを書くべきですよ。まあ、所詮ね、悪いですけれども、所詮そういう奴らの視聴者ってどうでもいいんですよ。はい。いつも動画で勇気をもらっておりますと言われながら、そいつらどうだっていいんですよ。そいつらがね、ぶつかって死のうが何しようが、怪我しようがね、別の YouTube 見ればいいんですから、所詮、
そんなもんじゃないのかなと思います。はい。で、本当に心底を思っているんであれば、事故の内容を本当ね、心底で本当に彼女に申し訳ありませんでした、親御さんにもちゃんとというかね、お詫びをしましたと言ったようなね、そういったことをね、動画で言ってもよかったんじゃないのかなと。で、まあここまで言うとね、まあいろいろ人権とかね、彼らのプライバシーというか、なんかあれ、人権もあるんでね、本当に私、ボルカス言いたいんですけれども。でね、そもそも、どういった状況で事故を起こしたというのがね、全くない。例えば、居眠り運転で、ね、彼女が寝てしまって、でそれから何分後、眠たいを我慢して、まあ、国道、県道、海沿い、山の中、走っていたと。で、どういう状況で意識がなくなって、気づいたら、電柱にぶつかっていたとか。そういったね、状況がね、知りたかったですね。で、自分自身の戒めのために、で、なんていうかね、ほんとね、居眠り運転で事故するなんてね、最低最悪ですよ。交通三悪っていうのがあるがね、居眠り運転がね、まあ、無免許、飲酒、無免許、飲酒、スピード違反か。これがね、交通三悪と言われるけどね、居眠り運転もね、もう交通四悪の中にね、入りますよ。確実に。でね、まあ、そういった事故をね、まあ、自分が事故を起こしてしまったから、その経験を皆さんに伝えて、私はこんなバカな運転をしました。皆様どうぞ気をつけてください。居眠り運転なんてもうもってのほかですと。で、まあ、そうならないために十分に休養取って、で、万全な状態で、もう、彼女、まあ、結婚するかどうか知りませんけれども、ね、もしかしたら将来のお嫁さんかもしれない。もう家族同然ですよ。そんな大事な人をね、乗せてるときにね、居眠り運転なんてね、ほんと、バカだれてですよ、ほんま。ですのでね、ほんと、こういう状態で居眠りになってしまいました。ほんと、休養を十分にとって、しっかりと集中して、運転に集中して、家に帰るまで、家に着くまで、安全運転で、行くためには、どうするべきだった、ああするべきだったとね、その辺をね、もっとね、言ってほしかったですよ。たった5分のね、短い動画ですよ。ほんとね、その5分の中にね、誠意とかね、全く感じなかったですね。はい。なのでね、そういったね、インフルエンサーと言われる人たち、まあ、私もね、ある程度、発信力がね、あると思います。はい。で、私もね、恥ずかしながら、先日、自分の、若い時の事故の経験話したじゃないですか。あれもね、本当言ったらね、話したくないですよ。本当。恥ずかしい話。なの、お前も事故やってるじゃないか。お前もお釜掘ってるじゃないか。事故、相手に怪我させてるじゃないか。お前、どの口が言うとんねんと、叱られるかもしれません。叱られるのもね、覚悟で、動画作りましたよ。決してね、再生数とかね、狙ってませんよ。まあ、私の再生数見たら、もう分かってないですか。はい。恥ずかしながらですよ。はい。そんな中、自分はこうこうこうで、本当、車間距離を詰めて、前の車が次の信号機も黄色になったけれども行くだろうと思って、自分も行ったら前の車がわーっと止まってしまって、私も車間距離を詰めていた。で、前の車がまさかその信号機止まるとは思わなかったので、後ろから追突しまったと。もう10対0ですよ。
で、その、トグもですね、なんちゅうか、まあ、自分の悪かった状況を反省すべき点で、こうすればよかった、ああすればよかったと。で、だから私はスピードと車間距離を守っていれば、事故というのは 99% なくせると。ですので、車間距離とかスピード出してね、オラオラ運転するようなバカ者の車見たら、お前はいつかは大きな怪我をさせると。あるいは、自分が死ぬような追突事故を起こしてしまうと。いったことをね、動画でね、もう何遍も何遍も。で、そいつは、バカタレがもう死ねばいいのにとか言いますけれども、それは逆に自分がそういう事故を起こしてしまって、自分の戒めのためにでもね、言ってるんですよ。自分もね、過去そういうことをね、してしまったと。本当ね、反省しておりますよ。で、相手のなんていうかね、ご家族にも頭を下げて、今回すいませんでしたと。もう病院にも行ったし、家にもですね、もう2回3回とお土産をね、持って、上司と一緒に行きましたよ。はい。やっぱしね、言葉がね、出ませんよ。ああいうとこ行ったら。で、やっぱね、怪我をさせているんでね、もう、なんと言ってお詫びをしていいか、わかりません。はい。で、相手の家族もね、うちの主人を、とかね、うちの息子とかね、思われたはずですよ。でも罵られることは、私の場合はまあ、なかったんですけれども、まあ私の知人とかね、死亡事故をかつて起こしてしまった知人たちの話を聞くとね、まあ花束とか、玄関でも投げつけられて、葬儀場でもうバーンと当てられて、で、目の前で泣かれると。もうね、相手の家族も地獄ですよ。地獄にね、落としてしまったんですよ。で、当のね、加害者がね、地獄に落ちるのはね、当たり前ですよ。で、相手の家族もね、地獄にね、落としてしまうんですよ。で、今回のその彼女はね、そんな死亡するようなことは、なかったようですけれども、でもその彼はね、死んでいてもおかしくない事故でしたと、動画の中で言ってるんですよ。それ聞いてね、はぁと、お前よくその平然と言えるよなぁと思いましたわ。はい。ですのでね、ほんとね、嫌いですね。嫌いですね。交通事故嫌いですね。はい。まあちょっとね、口調も激しくなれましたけれどもね、ほんと、ちょっとね、その動画見てね、腹立ちました。まあその動画のリンクは貼りませんけれども、はい。貼りませんけれどもね、まあ若いカップルですよ。まあ20代でしょう。25前後。まあ25といえば私結婚してましたからね。まあその子たちが年いくつか知りませんけれども、車運転するぐらいだから、まあ18歳以上ですよね。はい。まあ見るからに22、23ぐらいなのかなとも思いますけれどもね。まあ、ね。まあ、それぐらいで済んでいかったんじゃないのと。で、車とかね、電信柱とかね、お金出しはね、治るんですよ。いくらでも治るんですよ。でもね、人を傷つけるとね、お金でね、治りませんよ。傷は残るしね。で、心の傷も、悪い思い出もね、残ってしまうんでね。でね。お金ではね、絶対解決できません。本当に。はい。そこのところをね、そのカップルたちに、ね、言いたいですね。はい。バーッと、ブワーッと。私もね、コメントを入れてやろうと思いましたけれどもね、コメントを入れるのもね、なんか、バカバカしいんでね。まあ、こうやって動画で作ってしまいましたけれども。まあ、その人たちのリンクはね、貼りませんけれども。はい。だ、そういったところで、本日の動画は以上です。長くなりましたね。ありがとうございました。途中でいくらでもスキップでもね、このおっさん口悪いなと思ったらね、もう、プツッとやっても結構ですので、はい。
私もね、こんな親父がね、こんなことで言ってたら、途中でね、プツッと切るかもしれません。私も。はい。そんな私の動画ですが、最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、事故はね、起こしちゃダメですよ。絶対に起こしちゃダメですよ。はい。では、以上。